やっぱり20年後そこに豊かな大阪を残していくっていう、そういう方向性に向かって、そして今何をしなければいけないのかということを考えるというのが、我々維新の会の、政治の考え方でありまして、残念なことに、反対する勢力はね、将来のことを考えてませんね。もう大阪市役所をとにかく残したい、もっと言えば大阪市議会をそのまま残しておきたい。大阪都構想っていうのは市議会がなくなるんです。市長もなくなります。だから猛抵抗なんです。自分たちの身分がなくなるから。どう考えてもこの表を見ればね、今大阪都構想をやって手を打っておけば確実に黒字が残るってことがはっきりしてるんだったらやったらいいんです。今までオスカーで280億円も金払った、オークで700億円も払った、WTC ビルでは1300億円、やっぱり役所の仕組みがおかしいよねって普通は考えなきゃいけない。それでも維新の会以外はね、今のまんまでいいって言うんですね。今のまんまで本当にいいんだったらね、過去にこんなデタラメな結果は生まれませんでしたよ。だから僕らは手を打とうと考えて、そして大阪都構想徐々に徐々に中身が詰まってきて、いよいよ大阪都構想っていうものはこういうものですよ。今ももういろいろ説明させてもらいましたけど、もうね、完成図がもう出来上がりそうなんです。でもこんな資料がありますよ。これ全部皆さんに理解してくださいというのは大変な話になりますけど、でも大阪都構想の完成図がもう出来上がる寸前なんです。でこの出来上がる寸前のところでね、今回議会の方からまた待ったをかけられたんで、僕はそれはちょっと待ってくれと、ここまでずっと大阪維新の会で活動をして、大阪市政の改革もやり、赤字も消してきた、もう足りない足りないと言われた500億円のお金もこれもゼロにしてね、貯金も増やしてきて、これまで全然大阪市議会で実現できなかった小中学校のプーランや公立中学校の給食やああいうものも全部やってきた。でそういうものもね、全部やってきた上でね、やっぱりそれでね、大阪都構想っていうものはどうしても必要だと、ここまでやってきたんだけども、やっぱりまだもう一つ進めるためには大阪都構想が必要だということで、この4年間5年間かけてこの設計図を作ってきたのに、それもねダメだというふうに言われたら、それは違うんじゃないかということで、今回選挙で皆さんにどうしますか、このまま進めていくのか、それとも本当にもう設計図これなしにするのか、どうなんですかということを問おうと思ってるんです。ただここは勘違いしないでください。今回の選挙で大阪都構想がいいかどうかを全部判断してくださいって言うんじゃないんです。設計図を作らさせてくださいって言ってるんです。説明書です。大阪都構想を皆さんにきちんと説明するためのね、大阪都構想っていうものはこういうものですよっていう、そういうね設計図を完成させてください。そこまではやらさせてください。で最後大阪都構想をやるかどうかは住民投票で決めます。だから僕や知事がね、また維新の会がやりたいと思っても住民投票でダメと言われれば潔く諦めます。だから住民投票に皆さんに判断してもらうためのその資料を、ね、きちっと作らさせてくださいというのが今回の僕の選挙の意味なんです。だからもう大阪都構想がこんなにいらないと皆さんに言われれば諦めます。でもそれ見てから判断してもらいたいんですよ。だからそれを夏までに設計図をきちんと作ってね、皆さんに見せない。でも自民も民主も共産も公明も今回その設計図皆さん見せなくていいと、夏までに示さなくてもいい、そういうことをね、高い派の維新の会の維新の会以外は言ってきたんで、僕はそれはちょっとね違うんじゃないかと。住民の皆さんに最後判断してもらうんであればね、そこで最後反対されたらそれはそれで仕方がないけれども、そうであれば大阪都構想、僕がこうやっていろいろ説明してるけれども、これをちゃんと完璧なものに仕上げて、ちゃんと皆さんにお見せして、最後皆さんに判断をしてもらう、それはやらさせてくださいねっていうのが今回の選挙でありまして、もし僕が市長にもう一回再選されれば、大阪都構想これですぐ実現ということではありません。資料を作るまでです。で資料を作った後に必ず皆さんにもう一度判断していただきます。だから何でもかんでも大阪都構想がいいっていうことで僕はご利用しようとは思っていません。住民投票で決めてもらいたいと思ってるだけなんですね。まあ大阪